煎茶や玉露を作る際に出た目や歯の先端などを集めた茶である。茎茶や粉茶とともに出物と呼ばれ、煎茶製造の際に副産物として出るお茶である。副産物であり一級品ではないとされているが、取れる量が少なく、煎茶よりも高価に扱われることも多い。メ茶の茶葉は小さく丸まっているのが特徴であり、丸みを帯びているものほど上質とされている。 これは、目や歯の先端は、水分が多く柔らかいため、自然に丸まりやすいためである。目や歯の部分は、茶のエキスが凝縮されているため、風味は力強く濃厚な味わいが特徴である。渋みや苦み旨味旨みが、どれも強く、水色も濃い緑色である。カフェインが多いため、覚醒作用も強い。また、茶葉が丸まっているため、2000が、 限度の茎茶や3.4回が、限度の煎茶と違い、茶葉が開ききるまで何度でも、お茶を楽しむことができる。一方で、元々の味が濃厚であるため、熱湯で入れたり入れる時間を長くしすぎるとお茶が濃くなりすぎる。そのため、ぬるめのお湯で入れるのが良いとされる。緑茶の表示基準日本茶業中央会、今、知っておきたい、日本茶の基本2010年5月10日。 発行会出版社 P44 ありがとうございます。